ですね、この政府はこの名護市辺野古への米軍新基地建設に向けて、ボーリング調査の作業を強行着手しております。これまで私どもは、天満基地の閉鎖、撤去、県内移設断念、また、垂直離着陸オスプレイ、配備撤回を求める建白書など、また、本基地議会はですね、幾度も意見書等を可決をいたしまして、この辺野古移設断念を含めたあらゆる基地負担軽減策の実行、県民の怒りをの声をですね、無視した形で辺野古移設を唯一の解決策として力ずくで押し付けようとしている日本政府に対し、断固反対をいたしましょうという会派の意見の一致を見ましたので、今回提案をしております。委員閣議のご参考をぜひよろしくお願いいたします。大多数の意思だと思います。そういう意味では決議そのものには大賛成です。だけど中身については本当県民の怒りをストレートに、出せるように、特に、原爆書それを組み付けて、そして最新の世論調査である4月下旬に実施された琉球新報の世論調査で示された 73.6% の県民が辺野古移設に反対している、そういう民意を踏みにじる、そういうことに対してもっと強い怒りを込めて私は抗議すべきという意味で、文案は調整を図ってもらいたいというのを思います。今日も新たな参加者の提案ができましたので、どういういたしますけれども、分断調整をしておくというふうに思いますね。というのは新風会会派提案の意見書案についてですよね。これ1本ですよね、まずね。はい、当初はそれです。そうですよね、今急に話してまいります。はい、春風会会派の提案意見書案に対し、自民無所属改革の会としては賛同できません。以上。賛同できない。はい。はい、全会一致を旨とする議会運営委員会においては、今後議題として取り上げないということとしたいと思います。ご了承願います。